今日は2月24日土曜日です。朝でーす。本来だったら、なんだっけ、譲渡会の前日だったんですが、1週間ずれましたので、今日はなんだかみんなのんびりしております。とはいえですね、これからしおんくんとあんずちゃんが外に出ますよ。あら、ジャン君かわいいことになってる。お腹、うんうん。はいはい。今日もずっとポンちゃんと寄り添って寝てたでしょ。私の仲の良さは変わらないね。さて、それではちょっとね、ケージの掃除もしなきゃいけないしね。はい、出ていただきます。はい、アンツちゃんもどうぞ。掃除するよ、ソファ。はい、はい、どうぞ。いいよ。いってらっしゃい。あ、穴開いてた、これ。
してる。あずちゃんさ、うん、その台所あたりにいるとさ、うん、他の子たちに比べてだいぶちっちゃく見えるね、やっぱり、うん、あずちゃん子供みたいだよ、うん、だから子供と間違えられちゃったんだね。そういえば背を振ったナム君の兄弟かもって思われたのにね、うん、ってことは今の巨大化したナム君と違うの？うん、ちっちゃいね。ちょっとアンズちゃん、うん、あ、アンズちゃん運動させようと思ったらポンちゃん来ちゃった。ポンちゃんのいるとこで運動したらあなたちょっと怒られちゃうよね。トイレにね、長くいるのはあまりよろしくないよ。よし、ここだ。ここで遊ぶんだ。はい、はい。はい。爪トイレ。あずちゃん、トイレの中じゃないとこで遊ばない？足臭くなっちゃうよ。はい、こっち。ちょいと帰り。いいね、いいね。フットワーク良くなってきたね。
はい、爪伸びてますよ。あんまり取れないな。ちょっとゆっくりさせてくれないかな。カリカリの方が好きなのね。はい、ゆっくり。はい、ゆっくり。ここのさ、ケーブル2階でさ、なぞなぞすると一番長くなれるじゃん。みんな外も大丈夫だよ。あ、まあ外でも平気なんだけど、なんかここだとさ、なんかすごい長くできるから、ブラッシングしてみたらいいかなって。あ、そうだね。ヒュンヒュンヒュン。どうぞ食べてください。